これより沖縄県立よかつ高等学校のサンゴ保護パーク構想について発表を行います。皆さんは沖縄の海についてどういうイメージを持っていますか？青い海、たくさんの魚たち、そして美しいサンゴ礁というようなイメージを持っていると思います。ですが実際の沖縄の海は先ほどのイメージとは違い、このようになっています。サンゴを取り巻く問題は次のようになっています。1、海水高温化によると思われる白化現象。2、鬼人手による食害。3、人間の踏みつけによるサンゴの破損。このように私たちの身近な自然であるサンゴ礁は1998年の世界的な白化現象以降、本島のサンゴの 98% が死滅するという壊滅的な打撃を受けてしまいました。しかし豊かな自然を取り戻そうと多くの人が鬼人手の駆除やサンゴの移植などをしています。そこで総合的にサンゴを保護して人とサンゴが共存できるような保護パークを考えました。それがサンゴ保護パークです。次に劇を交えながら具体的にパークの説明をします。わあ、ここがサンゴ保護パークの本部兼研究センターか。あれ、ここでは何をするの？ここではね、サンゴについてより深く知るために多くの研究者やサンゴに興味を持った人たちがサンゴについて分かったことを共有できる場なんだよ。そうなんだ。では早速パーク内へ行ってみましょう。あ、カメがいる。待って、それは岩のように見えるだろうけど浜サンゴっていうサンゴなんだ。あ、ごめんなさい。ここではね、サンゴの踏みつけがないようにするために基本的にこのロードから出てはダメなんだ。だから次から気をつけるんだよ。はーい。あの枝みたいに分かれてるサンゴはなんていうの？あれはね、緑石っていうサンゴなんだ。あのテーブル状のサンゴも緑石って言うんだよ。緑石は成長は早いけどとても折れやすいんだ。だから特に気をつけてね。へえ、そうなんだ。東シナ海南西海域より水温33度の暖水海を感知、ゲートを閉めます。何？この音はね、暖水海が近づくと海水温センサーが感知してパーク内に暖水海が入り込まないようにゲートを閉めて冷却装置で暖水海を冷やすんだ。暖水海は温かい水のことだよね。そうだよ。サンゴは水温が30度以上の状態が長く続くと発火してしまうからね。こうやってサンゴを守るんだね。あ、でもあそこに鬼人手がいるけどサンゴは大丈夫なの？心配ないよ。このロボットくんが自動的に鬼人手を探して駆除してくれるからね。へえ、すごいね。ん？あの本部のそばに立っている建物は何？あの建物はサンゴの養殖場でサンゴの回復を手助けしてるんだ。そうなんだ。あれ？でもサンゴの養殖ってどうやるの？サンゴはね、群体だから小さく分けて増やすことができるんだ。こうやってこのパークはサンゴを守りながらサンゴの回復にも力を入れてるんだね。そうだよ。そのためのサンゴ保護パークだからね。このように
サンゴ保護パークで期待されることが次の4つです。1、サンゴの保護を通してサンゴ礁が保全される。2、サンゴの研究を通してサンゴに対する理解が深まる。3、人々がサンゴを傷つけることなくサンゴと触れ合うことができるようになる。4、人々のサンゴに対する理解が深まり、自分たちの身近な自然であるサンゴ礁に関心を持つようになる。ということです。ご清聴ありがとうございました。これで沖縄県立横津高等学校の発表を終わります。ありがとうございました。遠いところよくいらっしゃいました。山形寒いですか？寒いです。寒い？はい。あ、そう。まだ暖かいんですか沖縄は？沖縄はまだ夏服です。あ、夏服なんだ。そうですか。楽しいプレゼンというか緊張したと思うんですけど、しっかりプレゼンご苦労様でした。質問がちょっとあるんですけど、こういうサンゴ保護パークっていうのは皆さんから発案しないとまだ沖縄県内にないんですか？まだないんです。ないんですか、はい、あと皆さんは普段サンゴにどうやって触れてますかっていうのを聞きたいんですけど。私たちは、夏に観察会っていうのを行ってきまして。観察会があるの。でそれで自分たちも初めて知ったサンゴなどにと見て触れて、すごい素晴らしいアイデアだと思うんですけれども、これを実現するために一番何が難しいのかとか、もうすぐ実現できるのかとかっていう点で、難しいことはありますか？難しいことは多分サンゴ保護パークをどこに建てるかということと、サンゴを傷つけないように移植できるかということだと思います。僕の友達が映画監督をやってるんですけど、本当に皆さんが今提案したようなものを作ろうとしている男の映画なんですね。で、サンゴ礁を守りたいという熱い男の映画で、金城さんという方がいらっしゃいまして、こういうのを今やりたいなと。でそれが来年の5月に公開されます。で多分すごくサンゴ礁に、来年注目が集まると思うので、そういうものと一緒に皆さんのアイデアをもっとそれまでに固めて大きく世の中に打ち出したら、実現に向けて少しずつ動き出していくと思いますので、今日で終わりだと思わずに頑張ってください。はい、ありがとうございます。俺石垣島の白穂のサンゴ保護センターにできるとき寄付して、ナインプレートがあるから見に行ってねとか、どうでもいいんだけど、さすごくこういうことに関心持ってくれてるのはすごく嬉しくて、で僕は科学者なんで一つアドバイスというか、鬼人でってのは悪者だってことになってるじゃない。鬼人でも生き物だよね。じゃあなんで鬼人でって悪者だなと思う。自分たちの考えでは最近知ったんですけど、鬼人では魚の養殖の水槽に入れるとその魚が病気にならないという結果が出ているので、必ずしも悪者ではないってこと。そういう一方的に悪者ではなくて。そうだよな。そうだよね。すごいいいよね。で鬼人では別にいてもいいんだよね。いてもいい。少しだったら、はい、何がポイントだと思いますか。サンゴを守る上でね、答え言っちゃうと生物多様性、バイオダイバーシティってことなんだけど、要するにいろんな生き物がいて、金子みすゞの歌で言えばみんな違ってみんないいっていう、その状態が保たれてるっていうのが一番いいんだけど、じゃあ生物多様性ってどうやったら保てるのかというのは、今実はまだ研究が進んでいて、何だったら調べる方分かんなかったら教えてやるけどさ、英語勉強しなくちゃいけないけど、どうやったら生物多様性が保てるかって今一生懸命研究してんのね。だから単にそのサンゴはいい人たちで鬼人では悪い人たちでっていうんじゃなくって、そのいろんな生き物がいて多様な生態系を作ってることが大事なんだっていうことを考えさせられるようなセンターにできたら本当素晴らしいと思うし、そうしたら実は地球にとっては人間が鬼人でみたいなもんなんだってことにも気づくしね、そこら辺考えてくれたらいいなと思うんですけど、はい、はい、それだけです。はい、ありがとうございます。沖縄県から横津高等学校の皆さん、サンゴ保護パーク構想でした。ありがとうございました。